より小さい大相撲9月場所10日目17日東京両国国技館鋼の肉体を持つイケメン力士が驚異的な身のこなしを披露あまりに軽やかな動きにバネの塊身体能力やばいなとファンが驚く一幕があった映像大相撲であまり見たことないジャンプ注目を集めたのは3段目53枚目ライド雷 埼玉県草加市出身、平成17年2005年、生まれの19歳で、元小結び、柿添えの雷親方が自らスカウトして各界入りを果たした逸材だ。もともと柔道の経験があり、身長182.8センチ、体重95キロという細身ながら北へ抜かれた、鋼の肉体、でも話題を呼んできた。ファンの間では本名、山田ネリーから、ネリー、 の呼び名でも親しまれている。10日目の取り組みでは3段目58枚目、千代山と九重と対戦。立ち合いすぐに左上手を取ったライドーは、そのまま怪力で体重155キロの巨漢の相手を振り回すと、豪快な上手投げで勝利した。勝ったライドーは倒れた千代山和に覆いかぶさるのを防ぐためか、土俵際で軽やかにジャンプしていた。 ライドウはこれで今場所勝ち越しとなる4勝目。敗れた千代山和は2敗目を喫した。怪力かつ柔道の素養も伺える豪快な投げを披露したライドウに、アベマの視聴者からは、強いはまさに黒い伝。投げに磨きがかかってきてる、筋肉こそ力、と称賛の声が続出。千代山ととぶつからないようにと、軽やかにジャンプする驚異的な身のこなしに、身体能力やばいな。 エリージャンプ、バネの塊、と注目するファンも相次いだ。アベマ、大相撲チャンネル。